じゃあ、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まず、今の率直なお気持ちを聞かせてください。いや、本当に嬉しいです。はい。じゃあまず、今日の勝因は何か、どのようなことが考えられますか？勝てた原因というのは。いや、夏のトレーニングも怠らずに頑張ってきたし、ちゃんとそれなりの気持ちを持ってやってきたのが良かったと思います。これで一応プロ資格を、はい、得たわけですが、はい、今後の活動について何かあれば教えてください。いろんな大会にいっぱい出て、それなりに成績を残してもっと高いところを目指したいと思います。はい、じゃあ以上です。どうもありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。